では今回は、ラスト勝負、ミスター・チャービッシュをプレイするぞ。随分錆びれた片田舎って感じっつけど、一体、どんなストーリーが待ち受けておるのかのしかしあれなんすねー。建物の中はボロボロっつけど、どうしてこんなとこに来たんだい？ふむ。まあなんつうか、主人公は、もともと女優をしておってな。すげえじゃん。ここは、かつて働いていた劇場だったらしくての。おう。当時の思い出を蘇らせたいと思ってきたんじゃが、この仮面を被ると、なぜか、当時の監督の目線になって探索できるんじゃ。なぜじゃ？ってことで、タイトル名にもなっておる、チャービッシュ君になって探索をするわけなんじゃが。おっとー？照明の光を当てると、物が具現化したっつよ。どうなっておるんじゃ？まあ、なんでかはわかんねえんだけどな。わかんないのかよ。こういったギミックを使用し、ストーリーを進めていく作品なのじゃよ。なるほどのまあでも、実際プレイした感じ、ストーリーには重さがあるものの、ギミックの難易度は低いもんじゃから、初心者さんにもぴったしじゃ。てか、受話器にコードが繋がってないのに、なんで話せるんだ？ 5G とかなんじゃね。マジかよ。